悪魔城伝説、悪魔城伝説、悪魔城伝説、A 大は、ナミから1989年12月22日に発売された、ファミリーコンピュータ用ソフトのアクションゲーム。ゴシックホラーアクションゲーム、悪魔城、ドラキュラシリーズのファミコンでの3作目。正式タイトル決定前は、ドラキュラ EE、課題となっていた。前2作は、ファミコンの周辺機器である。 ディスクシステム専用のソフトであったが、本作は初のファミコン本体用カセットとなった。ゲームシステムは2作目、ドラキュラ E 呪いの封印、1987年ではアクション RPG となっていたが、本作では再びシリーズ第1作目の悪魔城、ドラキュラ、1986年同様のステージクリア型クションに戻った。本作での新たな特徴として、 ステージ分岐やパートナープレイヤーのシステムが登場し、連れている仲間キャラクターにチェンジしてプレイすることも可能となっている。ストーリーは悪魔城ドラキュラよりも100年前の時代の話で、主人公はシモンの先祖であるラルフ・シーベルモンド。カートリッジ内には通常ロムに加えて、好みが開発した特殊チップ VRC バイが埋め込まれており、 当時のファミコンとしてはグラフィックと音楽の質の高さが群を抜いていた上に内容もゲームバランスと敵の動きルーティーンが相まって単純な覚え芸ではなくプレイの上達が実感できるものであるキャッチコピーは悪魔城ドラキュラに続くゴシックホラーアクションテレビ CM も流された2006年8月1日にコナミデジタルエンタテインメントが提供する 携帯電話向けサイト、コナミネット DX にて、コナミ名作シリーズの第5弾として、iApply アア、Forma90X シリーズ以降専用へ、期配信された。Easy モードも搭載された。2009年4月21日には、Wii のバーチャルコンソールで、2014年4月16日には、Wii U のバーチャルコンソールで、それぞれ配信された。 これまでのシリーズにはなかったパートナーを連れていけるシステムがある。ゲーム進行途中、ルート選択によって特定のステージをクリアすると3人の仲間キャラクターに出会い、プレイヤーの判断により主人公、ラルフのパートナーとしてコンビを組むことができる。パートナーがいれば、プレイ中にセレクトボタンを押すことで、ラルフとパートナーとのプレイキャラクターチンジが可能になる。ライフポイントは、 ダルフとパートナーで共有。ただし、パートナーとして帯同できるのは一人に限られ、新しい仲間を加えると、それまでのパートナーとは、別れることになる、進行ルートの都合上、別れることになる仲間は固定。あえてパートナーを連れず、終始ラルフ一人だけでクリアすることも可能である。パートナーによっては特殊な移動技能、壁伝いに這う、空中を、飛行を持つ者も,もおり、 その能力を活用することで、ステージの道中を大幅にショートカットしたり、ラルフでは取れないアイテムを取ることも可能で、どのパートナー、ステージルートで行くかもゲーム難易度に影響を与えている。エンディングのエピローグは、ゲームクリア時に3人のうちの誰を加えているか、もしくは、ラルフ1人かにより、4種類の話に分かれている、マルチエンディング方式を採用している。 ゲームクリア後に始まる2週目以降は、1週目クリア時に、連れていたパートナーが最初からいる状態で、ゲームスタートし、パートナーキャラクターを連れて行くか否かを選ぶイベントは、発生しない。セーブ機能はなく、コンティニューパスワード制である。ゲームオーバー時に表示されるパスワードを、再開時に、プレイヤー名と共に入力すれば、続きから、プレイできる。パスワードは、文字列ではなく、 4行4列のマスの中に、無知やハートなどの絵を入力する方式となっている。異色の携帯電話アプリ版では、セーブ機能が採用され、最大3ファイル中断した場所からの再開用ファイルが用意されており、いつでもセーブは可能になった。ステージはまずトランシルバニアにある教会からスタートし、前半、1から6ブロックは、悪魔城に入るまでの道のり、後半、 7から10ブロックは悪魔城内が舞台となる。本作では分岐点が何箇所か用意されており、進むルートを自分で選択することができる。どのルートを取っても全10ブロック構成となるが、ブロックによって長さが一定ではなく長いブロックもあるため、ルート選択によりクリアまでの時間、何度も異なる。分岐箇所は3箇所あり、最低2回は分岐点に遭遇する。 序盤の時計台を経営するか否か森ブロックでの上下分岐さらに2回目の分岐点で下ルートを通った場合のみ3回目の分岐点が発生するそのまま地下道を進んで地下水路へまたは地下道を抜けて水没としか特に3ブロック森の途中の上下分岐がゲーム展開を大きく変える分岐となるこの分岐箇所を目安に概ね上ルート幽霊線を 経由と、下ルート、地下、水没都市を経由に対別される。下ルート7ブロックは、特に長く、7エリアで構成、中ボスあり何度も高い。時計台を経由せず上ルートに進むのが最短である。木内8ブロック以降は共通ルートで1本道であり、10ブロックの道中は短い。アクション面でのシステムは、第1作、悪魔城ドラキュラとほぼ同じだが、 本作では1ブロックに含まれるエリアが3エリアと決まっていなかったり、ボスが登場しないブロックもあったりする、ルート選択時の森ブロックなど、時計台や水没都市、水道橋など、悪魔城ドラキュラに比べアクティブなギミックに富んだステージ構成が特徴で、上下方向の強制スクロールなどの応じかけも存在する。また形態変化をなす、ボス的が増えた点も、 多彩さに一役買っている。十五世紀ヨーロッパ、中世の暗黒時代のトランシルバニア地方の外れ、ワラキアのブラド・チェッペシコまたの名をドラキュラという、殺戮を喜びとし、破壊の限りを尽くす恐るべき人物がい、それだけに飽きたらなくなった教王は、イニシエの時代に失われた、近畿の魔法、暗黒邪神崇拝を復活させ、暗黒邪神の力を借りて魔界から、 次々と魔物を召喚し、自らの領土ワラキア全土を殺戮と暗黒の焦土へと変えていった。さらにこの地を怪我し地で染めようと野望に狂った王は、ヨーロッパ全土にそのまの手を広げようと目論んだ。これを受けて、東方正教会は、ワラキアに軍隊を派遣したが、誰一人生きて戻ることはなかった。また、ワラキア国内でも、密かにドラキュラ公に対し反発する。 物たちが戦いを挑もうとしたが、ある者は、串刺しの刑に処せられ、ある者は、化け物の姿に変えられた。笑き飽きての身軽な男、グラント、ダナスティも、その一人だった。ドラキュラ公は絶大な力を求め、自らの体と魂を悪魔に捧げ、すでに人間ではなく、悪魔そのものとも言えるまでになっていたが、それだけで満足せず息子のアドリアン・ファーレンファイツ・ェシュにも、 悪魔との契約を強要した。アドリアンは悪魔に魂を売った父に反発していたが、自分の体をも人間でなくされるとついに父に、憎しみを覚え戦いを決意し、アルカードと名を変え、元の美しいワラキアに戻すため共に戦う同士を探そうと地下に潜伏した。ナス、すべの亡くなった聖教会は、禁じられた術を身につけ裏の世界に生きるバンパイアハンターたちに、 ワラキア討伐を依頼することを決意し、はじめに、聖教会の修道院の修道士である、バンパイハンターの僧侶サイファ・ベルナンデスに依頼した。幼い頃から修道院を渡り歩きかつての、美しかったワラキアに滞在していたこともあるサイファは、その思い出の地が汚されていると知ると、ワラキアへ向かった。しかしサイファもまた帰還することはなかった。ここに来て、聖教会はついに、 太古にまで遡る古い血筋を持ち、いまわしき者たちとの戦いの中で生き延びてきた、一族である神聖ヴァンパイアハンターと呼ばれる、ベルモンド家に、わらきあうじを依頼することとなった。ベルモンド家はその人間離れした、強靭な精神、肉体能力のため、ヴァンパイアと同じように受け止められ、人々から恐れられ、疎んじられてきたために、いつしか人々の前から姿を消していたが、手を尽くして創作し、 ようやく、ベルモンドの血を受け継ぐ若者を見つけ出した。そうしてその若者、ラルフ・シー・ベルモンドは、ワラキアに、ドラキュラ討伐に向かった。シモン・ベルモンドの時代を遡ること104年、人間とドラキュラの戦いはここから始まった。音楽は、ロムカセット内部に、コナミ独自の、VRC バイという LSI を内蔵している、ことにより、良質な音質を実現している。 タイトル画面で、説明書に書かれているコマンドを入力すると、本作の BGM を一通り聞くことができ、異色の携帯電話アプリ版でも再現されている。日本版以外の北米や欧州で発売された、欧米版である、は、日本版から若干仕様が変更されている。また、北米版と欧州版でも日本版との違いほど、大きくはないが多少違いがある。 なおこの欧米版は日本国内でリリースされたことはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。